ナンクラです。今日のテーマはですね、人生で迷ったら寄付をしろって話をしたいなというふうに思っています。寄付というかね、チャリティー活動、ボランティア活動、何でもいいんだけど、誰かに貢献する、社会に貢献するような活動っていうのを、結構俺はした方がいいんじゃないかなっていうふうにちょっと思ってるんですよね。じゃあなんでね、そう思うのかという話を今日したいなというふうに思うんですけれども、寄付とかそのボランティアとかチャリティーとか、いろんなドネーションとかね、英語だとドネーションっていうの、寄付、そういうものに出会ったのは、アメリカに住むようになってからなんだよね。ハワイもそうだったけど、特にサンフランシスコってやっぱりお金持ちがいっぱいいるので、なんか寄付とかっていうカルチャー、ドネーションのカルチャーっていうのがすごく根付いてる。アメリカっていうのはそういう国なんだろうけどね、基本的には全部病院だったりとか、学校だったりとか、いろんなものがドネーションで成り立ったりとかするわけじゃないですか。例えばじゃあスタンフォード大学とかもそうだし、過去の卒業生たち、成功した卒業生たちがいろんなものを立てたりとか。美術館とかもそうでね、美術館とかミュージアムでもなんとかなんとかの部屋みたいなのがあったりとか、あとはなんとかミュージアムってそのままね、名前が付いてたりとかするぐらい、寄付とか、そういう財団とかで、社会がね成り立ってる。もちろんその税制的な部分もあると思いますよ。税制的な部分もあるし、節税的な部分もあると思うんだけど、そういうねカルチャーがアメリカにはあるなというふうに思ってて、俺自身もやっぱそういうのに出会って、ちょっと人生観が変わったってなります。その一方で日本ってやっぱりその偽善的なんじゃないかなとか、偽善者っぽくて嫌だなとか、いろいろ言う人いるけど、俺は全然偽善って言われてもいいと思ってるし、偽善でいいと思ってるし、じゃあドネーションだとか社会貢献って言ったって自分のためなんじゃないのって言われても、それは自分のためでもあるのかなとも思うわけね。じゃあそれ別に俺は自分のためでもいいと思うし、でもって言うとそれがおせっかいになるのかもしれない、ありがた迷惑っていう言葉がね日本にもある通り、そうなるかもしれないけど、でももしかしたらいい方に行くこともあるんじゃないのかなということで、俺自身も5、6年前からそういう活動っていうのを結構積極的にするようになって、いろんなところでね、アジアでカンボジアとかラオスとかで学校建設に関わったりとかしたりとか、フィリピンで学校建設手伝ったりとか。あとは熊本の震災の時に支援したりとか、いろいろね活動をさせてもらってるんですよね。でじゃあ寄付をね、勧めとかっていう意味で言うと、俺が思ってるのはね3つポイントがあるなというふうに思ってて、なんかねそういった自分がその、自分の一見自分のメリットにならないよね。例えばそれをお金を投資したから、お金を払ったからってリターンがあるわけじゃない、その実質的なね。そういうものとか、あと人助けとかっていうのってなんかやると、まず1個目に自分自身になんか褒めることができるっていうか、なんか自分自身になんかを認めることができるっていうのは結構大きいなと思ってる、それがたとえ10円100円でもいいっていう人いるかもしれないけど、俺はあえてやっぱ1万円以上やった方がいいと思ってて、そのやっぱ1万円あればいろんなことできるわけじゃん、その自分の。でもそれを我慢して誰かのためにやるっていう行為っていうのは、なんか俺は結構自分のその中でなんか何かが変わると思うんですよ。その1万円をどっかに寄付するっていうのは、でまずそれがね1個のメリットかなと。で2つ目がモチベーションが上がるっていうのがあって、俺自分でやってみて思ったんだけど、例えばチャリティーイベントとかで何百人とか集めて何百万とか集めたりとかしたりとか、震災で 1,000 万以上集めたりとか、してみると、なんかもっとやりたいと思うわけ。なんか俺にもっと力があったらもっといろんなことできるなみたいな感じで思えるようになる。だから1万円寄付してみてると、なんかもっと自分が稼げるようになったらもっと寄付できるなとかっていうふうになんか思えてくるっていうのが結構あるなっていうふうに思ってるわけ、だからモチベーション湧かない人っているじゃない。よくなんか俺も相談に来るわけよ。なかなかモチベーションが湧かないんで困ってるですみたいな。そういう人になんかあえて俺は言いたいなっていうふうに思ってるのは、寄付したりとかボランティア活動、もちろんお金がなかったらね、ボランティア活動でもいいんだけど、なんかそういうことをしてみたらいいんじゃないのかなというふうには思ってるね。で3つ目がなんか自分の役割っていうのを見つけれるきっかけになるし、その役割っていうのを持つと人間って強くなるんだってことに気づけるっていうこと。例えばなんか俺って別になんか力があるわけでもないし、なんか汚い場所とか、そういうなんか災害の場所とか、なんかそのに行ったところでおそらく活躍できないやっぱり力があるわけでもないし、面倒くさいなとか汗かくような仕事は苦手だしとかね、あとやっぱ不器用だからさ、やっぱその現場でなんかやれることなんて何もないと思うわけ自分が。そうするとじゃあ俺の役割って何なのって言ったら、例えばやっぱりその今だったら情報発信したりとか、多少のね普通よりは影響力があるっていうことであれば、やっぱりそれはお金を集めることだなと、俺の役割はね。俺の役割はお金を集めることだから、じゃあお金を集めるためにどういうふうにやろうか、もっと頑張ろうとかさっていうふうになっていくのかなというふうに思うんですよ。だからなんか今までって多くの人がさ、そのなんか日本って特にそうなんだけど、そのドネーションのカルチャー、寄付のカルチャーとかってないわけじゃん、基本的に。だから本当に日本で100万円とか寄付すると、マジ超驚かれるわけ。アメリカとかだとその学校に1億円とかさ平気で寄付するやつ結構いるわけ。普通にね、自分の子供が通ってる学校に1億円とか寄付する。で、例えば100万円とか寄付してもなんか少ないぐらいだから別に何にも言われないわけ。まあ多少お礼のメールは来るかもしれないけど、でも日本の学校で例えば100万とか寄付したら本当になんか校長からお礼が来るとか、なんかそういうっぽいんだよね。なんかそれぐらい文化っていうのが違ってるわけよ。だからこそ俺は日本でなんかそういうことやるのもありなのかなというふうに思ってるんで、ぜひですね、なんか人生に迷ったら、なんかその寄付、お金じゃなくてもいいから、その自分のお金がない人はね、体で払うっていうか労働で払ってもいいから、なんかそういう活動をちょっとしてみたらどうかなというふうに思います。なんか世の中ってやっぱ生産性を高めることばっかり求められがちだけど、なんかそれって結局ね、最後ね、すげえつまんない人生になる可能性あるんですよ。やっぱ無駄をなくすっていう意味でね。で、なんか前に菊池成吉さんのねっていうなんかミュージシャンであり、作家である人の記事を読んだ時に、なんかネットのね、なんかコスパを極めると死ぬしかないみたいなこと書いてあって、まさにそうだなっていうふうに思ってて、だから生産性を極めれば極めるほどなんか自分の存在が一番無駄じゃねっていうふうになるんじゃないかなと。いうふうに思うわけだから、ちょっとでも誰かに貢献する自分っていうのをなんか自分の中で持つと、意外となんか生きる希望だったりとか、なんか生きる方向性だったりとかっていうのがなんか見えたりするんじゃないかなっていうふうに思ってるんで、是非ですね、これを見てる人はね、寄付活動とかそういうことに取り組んでもらったらいいかなというふうに思います。で、ちょうどね、今俺の方でこのねウイルスが蔓延してるってことで、学校がね休校になってると。いう子どもたちのために、ランチを提供するような支援を、先にね支援するための、俺自身のその寄付活動みたいなのを、させてもらおうと、チャリティー活動みたいなのをさせてもらおうということでキャンペーンやってますんで、ぜひですねそちらの方も、に参加してくれたら嬉しいなというふうに、思います。ということで、今日は、人生に迷ったら寄付をしろというテーマでお送りいたしました。